アンドリュー・クロンメリン、アンドリュー・クロード・デラ・シェロイス、クロンメリン、アンドリュー・クロード・デラ・クエロイズ・クロメリン、1865年2月6日、1939年9月20日、は、イギリスの天文学者。アイルランド北部、アントリム県のクッションドンで、ユグノーの子孫として生まれた。マルボロ・カレッジ、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで学んだ。グリニー辞典問で働き、 また何度か日食観測隊に参加した。1910年、ジュールジャン参照受賞。彗星の軌道計算を行い、1929年に、それまでそれぞれフォーブズ彗星、コジャウィンネッケ彗星、ポン彗星と呼ばれていた彗星が、同一の周期彗星であることを示した。そのため、この彗星は、ポンコジャウィンネッケフォーブズ彗星という名前にされたが、 1948年に 27P、クロンメリン彗星という名前に変更された。月、火星のクレータや小惑星クロンメリンに名を残す。クロメリンイコール 1949FU イコール 1971UR1。MPC2021 年8月20日閲覧。ありがとうございます。